ーパーマリオ RPG。 前回の続き、残すところ集める星もあと一つ、ピーチ姫の居場所も分かった今、ピーチ姫を救い出し星をゲットすべく、ラストステージバッツガルフの元へ向かいます。どうもララノンです。本日ペーパーマリオ RPG 続きやっていこうと思います。どうやっていくのなんか多分また名前忘れちゃった。先生が情報を集めてる間ブラブラするって言われた気がする。フランクリ先生ね、外で時間を潰しましょう。だって時間潰すって言われても困るよね。なんかさ、仲間のさ、レベルアップとかも全然できてなくない？ちょっとそこの辺もやっていこうか。そうそう、私ずっと気になってたんだけどさ、このモンテのゲームやってないんよ。メンバーカードが必要です。私にはメンバーカードがないのかな？そう、メンバーカード欲しい。困ってる人助けなきゃダメだった。私、そういえば依頼一つもこなしてないんでやりましょうか。何一つ依頼というものはこなしてないんで。今までやってなかった、ちょっと住人のお願い聞いていこうと思います。はい。俺はギースというものだ。家の入れない。ゴロツキタウンどこか。東エリアにある一番奥の家の前で待っている。バッチ屋行った時ね。オッケー。バッチ屋さん探すわ。バッチ屋どこやねん。バッチ屋さんがわかんない。バッチ屋さんってどこ？はい。バッチ屋わかった。まあ、わかったっていうか調べたんですけど、ここの上でした。わかんないよ、こんなの。左の上？ここだ。うわー、わかるわけがない、こんなの。家の鍵ゲットー。こんなとこにバッジ屋さんあったの知らないんだが、もう買う。BGM が欲しい！もう、買えるだけ買うわ。お金もうなくなってきちゃったな。え？もしかして？この子がさ、なんかさ、いろいろ拾ってきたやつをここで売ってるってこと？マジか！あ、ごめん、叩いちゃった。そういうことね。理解しました。わかってるよ、正体。殴っちゃった。あ、調査もう終わったの？マジか。鍵見つけてくるだけでよかった。とりあえず鍵ぐらい渡さして。見つかった。はい。おー、レンチの鍵。これでやっとマイホームに入れるぜ。どういたしまして。あ、お金くれんだ。ありがとう。じゃあ、ラストスターのために、フランクリン先生、教えて。おー、ちょうどいいところに来た。わかったぞ、マリオくん。つけいけそうな方法が見つかったぞ。最果て村へ行くのだ。そしてそこにある大砲を使うのだよ。月へ行くのに大砲？詳しいことまではわからんかったのだがな。最果て村に行った人の記録によると、どんなものでも好きなところへ飛ばすことができるらしい。たとえ月まででもだ。ええ。そんなすごい大砲が最果て村にあるのか。最果て村へつながる土管は町の地下にあるようだ。ただその土管はどうも普段は隠されておるようでの。記録によると、その場所へ行くには、ウルトラハンマーなるものが必要らしい。ウルトラハンマー？ウルトラハンマー気になるな。そのものは、ウルトラハンマーを町の目立つところに残しておいたということだが、どうやらそれを見つけなければならないようだな。ふむ、さすれば最果て村への道が開かれるであろう。最果て村に行けってことか。わかったぜ、ゴンザレス、最果て村へ向かおう。わかった。そうそう、あと一つ。その村に住むボム兵たちはとても気難しいそうだ。ひょっとしたらなかなか大砲を使わせてくれることも考えられる。くれぐれもうまくやりたまえよ。わかりました。フランクリ先生。さあ、次が最後のスタートだ。頑張ってくれたまえ。グッズ。どうしよう、このフランクリン先生が実は一番の親玉とかだったら。で、どこ行けって？最果て村はどうやって行くの？ゴロツキ、そうか、全然話を聞いてなかった。ごめんなさい。ゴロツキタウンの目立つところにハンマーがあるのね。オッケー。あの、上にあるこれも気になる。ちょっと待ってよ。よし。
これじゃない？きたー！すごい！私一発ゲッツ！これかい？なんで銅像みたいに飾ってあんのかと思ったわ。また会えて嬉しいな。え、もうゲットしちゃった。ありがとう、攻撃力アップ嬉しいわ。おお。あー！こんなのいたいた。オッケーオッケー。大きい方はさっき教えた。オッケー。なんか見たことあるわ。はーい。実はとても残念だけど、マリオさんとはこれでお別れなの。なんかちょっと寂しい、それは。さよなら、ピーチ姫を絶対助けてあげて。冒険頑張ってね。頑張る、キノピコ。あー、悲しい。悲しい顔してる。あー、さよなら。なんか振られた気分。これどうするって？西エリアの地下な気がする。すぐヒント見ちゃう人。西エリアの地下。こっちか。ギャグじゃないからね、こっちかって言ったけど。向こう側ひび割れてたけど、こっちひび割れてないもんな。おい、けたし！それでいいんだ。向こうのひび割れを、言えない。ひび割れをチェックしてってことだったのね。防御プラスいいね。チョッシーできるかな。いや、これは違う。ナイス、チョッシー、素晴らしい。お、なんだここは。ほほほほ、よし。なにこれ。うわ、占い師。ああ、まじないかけて。もう、お金あるだけ使うスペシャルコースで。コイン全然ないじゃん。やば。Thank you! これね、これね、あったあったあった。ありがとう。よしよし。でも、まじない屋さん来たことあるけど、でもここではなかったか。違ったな。そしてここじゃなかったな。そしたいけど。あ、夏迷路にしようか。ちょっとさっきゲットしたこれつけましょう。よし。はい、これから音楽がゲームキューブの懐かしい音楽になります。ただ私はゲームキューブ版やってません。やってからにしろっていうね。やってないんだな、これが。マリオ RPG 自体はやってたんだけど、ペーパーマリオの方はね、やった記憶ないなぁ。あ、ちょっと変わった。もしね、やってた人はこれで懐かしいと思ってもらえたですね。ペケペン！やばい、今回さ、行くまでのさ、場所を見つけるだけでもむずくない？で、どこにあるんだろうね、全然わかんないんだけど。西の地下って言われたから、すごい地下に向かってんだけど。うおー、来たー！え、違うかもしれん。ちょっとレベル低いからレベルも上げながら行くね。よし、ここジャンプでいいのかな。ビヨン。なんか意味あるこれ。違う気がする。そういうことじゃない気がする。でもなんかウルトラハンマーをゲットしてできるのこれぐらいしかなくない？はい、ほら来たー。社員か。こっちは宝箱。いや、嬉しいけど違う。どうしよう。西の、西ってこっちだよね。え、西ってこっちじゃない。私東と西間違ってる。おそらくですけど、ここ東ですね。はい。はい、東エリアって書いてます。西と東間違えました。西へ向かいます。悲しい。方向音痴にも程がある。ここじゃん、西。ほら、西エリアって書いてる。なんでそこ見てないの、自分。マジでびっくり。よし、落ちるぞ。全然反対側見てるも見つかるわけないじゃんね。何してるやら、本当に。自分でも驚くわ。お、一撃。おお、一発やん。一発じゃん。こんな速攻見つかるなんて。さっきまでの時間は何だったんだ。
ステージ7、遥かなる月を目指して。お、雪のステージだね。うわ、サミー。急ごうぜ、ゴンザレス。この先に最果て村があるはずだ。よし、行こう、調子、最果て村へ。よし、徐々に、レベルがね、きつくなってきたんで、頑張って倒しながら行きます。はい。ああ。先制攻撃失敗しました。でも、めげない。しょげない。泣いちゃダメ。8か。まあでもまあ、あと2、3回戦えば、上がるか。よーし、これでレベルが上がる。上がった。上がるよなって一瞬考えちゃった。で、意外とフラワーポイント上げれるバッチとかもあるから、バッチポイントもらおうかな。3か。3でも、いると思う。戦闘を避けがちな私ですが、今レベルを上げようと必死です。戦闘、めんどくさいと思う。RPG やる人間が言うレベル、セリフではない。本当に。わかっている。それはすごくわかっているんだ。おお、20はでかい。ペイ。うわ、仲間の HP の、うわ、最高。ハート増える、さらに増えるじゃん。来た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 。最果て村へ到着しました。めっちゃなんか、軍隊みたい。月まで届く大砲どこにあるんだ？そうだね、村の人に聞いてみようか。話してくれるかな？教えて、大砲。ここはボム兵の村だ、ボム。ここに何もない、ボム。心を開かない者もいる、ボム。オッケー！ボム兵にしか心を開かない。もう間違いなくこれだ。え、最果て村の大砲？はっ！ぼーっとしてたボム、なんでもないボム。え、なんで教えてくれないの？やばい、この三姉妹寒そう。服着てこなかったの？何もないところじゃない。かわいそうなぐらい震えてるけど。なぜ、しっかり着込んでこなかった？これは？これくらい大きな男になりたいボム、でかくなれんのかな？だけど溶けて消えるのはごめんだボム。確かに。ギガ戦。飽きちゃうボム。どうすればいいボムか。ボンジュールヒゲのムッシュ。当たり前。やめなさいよ、あなたは。え、これじゃん、完全にボム。なんじゃ、最果て村に何の用じゃ。なぬ、大砲？そんなものはこの村にないのじゃ、後ろにあるやん。あんたは村長だな。なぜ嘘をつく？わしは以前この村に来た時に確かに大砲を見たぞ。むむ、あんたボム兵なんじゃな。ならばお分かりじゃろ。大砲の方はボム兵以外に教えてはならぬのじゃ。我々はあれを争うことには使いたくないのじゃよ。平和を望んでるのか。無論それは知っておる。しかしわしらは何としても大砲で月まで行かねばならぬのだ。そうせねばこの世界が終わってしまうのだよ。むむむむ、世界が終わるとな。うむ、それは困った。実はいろいろと分けられて今は大砲が使えないのじゃ。使えないんだ今。どういうことだ。大砲を動かすにはゴールドマンの許可をもらわなくてはならんのじゃ。大砲でどんなものでも望むところへ飛ばす仕事を始めたのはゴールドマンなんじゃが、やつは成り金になった途端大砲をほったらかしにして仕事を辞めてしまったのじゃよ。成り金になったんだ。何でお金稼いだんだ。あれじゃない、お父さんじゃん。それに大砲に命をかけていたホワイト将軍が、リストラされたショックで大砲の鍵を持ったまま遠いどこかの村に行ってしまったそうじゃ。ゴールドマンとホワイト将軍、ゴールドマンだけ分かって、あのお父さんじゃん。そうなんじゃ。だから大砲を動かすにはゴールドマンとホワイト将軍を見つけ出さなくてはならんのじゃよ。よかろう、ここへ来て後戻りはできん。マリオ、その二人のボム兵を探し出すぞ。では、二人を見つけ出したらまたここに来るがいい。え、ゴールドマンはあの列車乗せたよね。僕は何も知らないボム。最果て村の大砲、ビッグボムなんて知るはずがないボム。全部言っちゃってるボム。埋まってるよ。うん、平和ボム。深みにはまっても平和な最果て村だボム。めっちゃ、深みっていうか。ここは？
夜空を見上げると宇宙を感じるボム、見えなくてもそこにあるボム。ボム兵は平和を望んでたんだね。だからボム兵以外には教えたくないっていう、それはもう素晴らしいと思う。そして私はなんとなくゴールドマンは、なんとなくっていうかゴールドマンは間違いなくお父さんだよね。お父さんを探しに行かなくてはいけないようです。ということで、本日最果て村まで到着いたしました。ですが、大砲を動かすためにはゴールドマン、そしてホワイト将軍を見つけなくてはいけません。次回、ゴールドマンとホワイト将軍を見つけて、大砲を動かしてもらって月へ行こうと思います。ではまた次回も楽しみだよって方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。